黒瀬のスパイス。どうもこんにちは。今日はですね、視聴者の方からプレゼントをいただいたので、そちらを紹介したいなと思ってます。それがですね、これスパイスなんですけど、黒瀬のスパイス、牛豚鶏魚に合うスパイスで、佐賀県で作られてるみたいですね。こんなやつです。結構なんか有名らしいんですけど、僕は知らなくて初めて知ったんですけどね、これ。一応説明書がついてます。こんな感じの説明書がついてて、この中に書いてあるのは、この黒瀬のスパイスを水で溶いて、その中に餃子を入れると美味しいスープ餃子になるというふうに書いてあります。まあとりあえずこういうものは食べてみないと何とも言えないので、ちょっとですね、お肉を買ってきました。魚はあんまりこれっていうのがなかったので、まずはですね、この手羽中、ソーセージ、粗挽きソーセージ、豚バラスライスを塩で食べるのは結構好きなので、これ買ってみました。で、あとは焼肉用の牛肉、桃いちごって書いてありますね。じゃあですね、初の黒瀬のスパイスかけてみましょう。どれぐらいかけたらいいのかわかんないんですけど、とりあえずまぶすような感じでいいのかな。もうなんかいい匂いがしますね、これ。こんな感じでいってみますか。まずは一番火が通りにくそうな鶏からいってみましょうか。このスパイスの中身なんですけれども、食塩、胡椒、醤油、レッドベルペッパー、フライドガーリック、パプリカ、コリアンダー、グリーンベルペッパー、パセリ、オニオン粉末、唐辛子、マジョラム、オレガノ、バジル、調味料。唐辛子が入ってるっていうのもこの辺は珍しい気はしますけどね。いわゆるマジックソルトだと大体5種類ぐらいだと思うんで、唐辛子とかは入ってないと思うんですよね。こんな感じで焼けました。じゃちょっと1個いただいてみます。なんかさっきの感じでちょっとかけすぎたかなと思ったんですけど、ちょうどいいですね。今ちょっと昼間なんでこれしかないのが残念ですね。お茶です。だいぶご飯が進む感じの味付けですね。ソーセージも結構いい感じですね、これ。これね、牛肉と今のところソーセージは美味しいんですけど、豚バラはどうだろう。だいぶですね、スパイシーな感じでビールがかなり進むんじゃないかなと思うんですけどね。今ちょっとですね、さっき焼いたお肉が若干冷めてたんですけども、冷めても美味しいですね。冷めても美味しかったんで、もしかしたらお弁当のおかずとか作るときにいいのかもしれないですね、このスパイスも。じゃあちょっとですね、鶏肉もいただいてみます。が美味しいですね。美味しさの秘密がですね、もしかしたら結構辛みを感じるんで、唐辛子とかに秘密があるのかもしれないですね。で、豚バラ肉と。今食べた感じだとランキングつけるなら、牛、鶏、ソーセージ、豚っていう感じですね。これなんかかなりいいスパイスをいただいたって感じがしますね。ちょっとですね、また明日キャンプに行く予定なので、まあ、ちょっと絶対持ってきたいですね。今お酒飲んでないんですけど、すごくお酒飲みたくなるような味ですね、これ。これをガッとかけて、ビールだったりワインだったりを飲みたいですね。じゃあ次は牛肉をいただきます。次なんですけども、いただく時にですね、味噌汁にかけるとすごく美味しいよっていう話を聞いたので、ちょっとねこれも試してみようと思います。こんなもんかな。じゃあ味噌汁いただいてみます。もうちょっとかけてもいいかも。これ美味しいですね。味噌汁ももちろん美味しいんですけど、味噌汁よりね、これもしかしたら豚汁でやったらすごく美味しいかも。味噌汁にですね、唐辛子も入っているんで、ちょっと辛みもプラスされた感じで美味しいですね。さあ、じゃあそろそろですね、お腹がいっぱいになってきたので、これが最後の肉になりそうです。鶏肉、これもね、がっつりつけましょう。かけますよ。やっぱ鶏も美味しいですね。はい、ということでですね、今回は、黒瀬のスパイス、これをですね食べてみました。これですね、黒瀬のスパイス、こういうですねスパイス系で、最近人気なのっていうのはマジックソルトとかだと思うんですが、これの場合はね、唐辛子が入ってるんで、こう食べた時に結構辛みも感じられて、まさにスパイスっていう感じでしたね。辛みも感じるんですけど、多分ですね、すごくちっちゃな子供じゃなければ子供でも食べられるぐらいの、優しい辛さだと思うんで、かけすぎるとやっぱ辛いですけどね、なんか家族みんなで使う感じがしますね。かけすぎるとですね、しょっぱくなっちゃうのかなという感じもしたんですけども、しょっぱくなるっていうよりかはこの辛みとかがガンとくるような感じでした。ということで今回は黒瀬のスパイスでした。